はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。これより杉谷選手の記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに杉谷選手よりご挨拶並びにご報告がございます。お願いします。皆さんこんにちは。今日は、僕のためだけに、お集まりいただき誠にありがとうございます。今回、海外 FA 権についてお話しさせていただきたいなと思っています。杉谷健士、海外 FA 権は行使しませんでしたという、まあ、こんな感じでやれってことになったんで、すいません。はい、以上になりますけど、どうですか。ありがとうございます。はい、それでは質疑応答に移らさせていただきます。テレビ代表のテレビ大森です。はい、はい、すいません、じゃあテレビ代表でいきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。その清々しい表情から、はい、海外FAをしませんということでしたけれども、はい、そのしなかった一番の理由っていうのを教えてください。そうですね、この間吉村 GM といろいろとお話をさせていただき、吉村さんの方から、日本ハムグループが、総力を挙げて、杉谷健士を引き止めにかかっているという事実をお聞きし、感無量です。はい、まあ、いろんなお話が、まあ、吉村 GM ともあったと思うんですけれども、そんな話本当なかったんですけどね。実際に、まあ、球団からそのようなお話があった思いというのを聞いて、率直にどうだったんですか。はい、いや、もう本当に僕が入団した時から、吉村さんをはじめいろんな関係者の人たちにお世話になっていることも知っていましたし、うん、ファイターズに入りたくて、入団テストを受けて、で今ここまで、やらせてもらっていることに、僕から感謝の気持ちを伝えました。でこの先、僕自身も、ファイターズのユニフォームを着て、体力が続く限りは、やらせてほしいですという話も、させてもらったので、まあ、吉村さんも、ファイターズも、体力が続く限りは、うちのユニフォームでやってくれということを言われて、そしてまた北海道という土地を、ものすごい僕自身、好きですし、ファンの方たちから、温かいメッセージもいただき、そういった経緯でやっぱり、ファイターズでやりたいなと思いになりました。まあ、その FA、 海外 FA 権を取れるまでプロの世界でできるっていうふうに杉谷選手自身は思ってましたか。そうですね、本当今でも思い出すんですけど、一番最初に秋のキャンプ、17歳の時に、プロ野球選手になって初めてボール回しをした際に、飯山さんだったり金子さんだったりいろんな選手がいて、構えたところにボールが来ますし、球も強くて、あれ野球選手としてやっていけるのかなって思ったところから始まりだったので、まあ、今こうして会見しているのは、まあ、想像はできてなかったですね。はい、そんな中で今シーズン中にその海外 FA 取得したときに鶴岡選手とかからは FA 宣言しろよっていうような言葉もあったみたいな感じを聞いたんですが。そうですね、まあ、コーチ選手、さまざまな方から早く出てけよっていう話をされましたけど、僕自身も出ていくつもりもありませんでしたし、ファイターズでやろうという気持ちもあって、鶴岡さんにはすぐ長い間これからもお世話になりますって、鶴岡さんが逆に僕は出ていった方がいいんじゃないですかって言ったんですけど、なんか全然違う。あ、今のカットでいける？大丈夫？よし、はい、まあ、今年も12年、はい、プロの世界でやられていて、杉谷選手にとってその北海道日本ハムファイターズというのはどんなものですか。そうですね、去年、家族だっていうことを、表現させていただいたんですけど、もう全く、変わりなく、ファイターズの人たちに温かく、成長させてもらっていますし、僕のやりたいことっていうのを、存分にやらせてもらっているので、まあ、本当家族という表現がすごい、いいのかなと思います。まあ、来年13年目を迎えるわけですけれども、はい、これまで杉谷選手まだそのシーズン通して100試合以上一軍で出れてないという部分が数字的には残ってます。はい、でやっぱそのレギュラーという部分に関しての意欲っていうのはどうですか。もちろんそうですね、野球をやっている限りは、レギュラーポジションをつかむという思いで、毎年やっていますし、また、今年勝ちきれなかったっていうことが、本当に悔しいので、チームでリーグ優勝そして日本一、
やっぱソフトバンクを倒さないと、リーグ優勝もできないですし、でそこに向かって、レギュラーポジションも目指しながら、1年間また戦っていきたいなと思っています。今シーズン中に国歌斉唱とかのいろいろなパフォーマンスでファンもすごい、はい、ファンの心をなんかもう掴み取るみたいなのもありましたけれども、はいはい、来年に向けてなんかその新たな杉谷健士のパフォーマンスみたいなのってもう考えてらっしゃるんですか？そうですね、本当国歌斉唱も、パフォーマンスというよりやっぱ海外のチームだったり、やっぱオーストラリアでプレーした時も全員が歌っていましたし、日本も歌わないのかなと思っていた矢先に矢野コーチからおい日本歌うぞこっからって始まったので、まああ歌っていいんだなと思って歌ってましたけど、まあ、来シーズンそうですね、まあ、パフォーマンス、まあそうですね、やっぱ日本ハムなんでね、シャウエッセンのような、まあパリッとしたプレーで、じゅわっとした中身の濃い、シーズンにしたいなと思います。今結構あれ活字で書いてほしいと思うのでいいですか、今のコメントお願いします。じゃあ代表から最後に北海道だけではない全国の杉谷健士ファンにメッセージいただきたいんですけれども、はい、そうですね、ここ最近、野球人口が減少しているというお話も、いろいろいろんな方向から聞いてますし、もっともっと野球って面白いんだよってことを、僕のプレー一つで、日本中の人に伝えたいなという思いもありますし、これから先、まあ、あと何年、野球ができるか分からないですけども、体力が続く限りは、はつらつとしたプレーを、皆さんの前で、することを、しっかり誓いたいなと思います。何歳まで現役でやりたいっていう思いありますか？33歳っていうのは嘘です、はい、現役は本当に、やれるところまで、もうとにかく、ね、しがみついてでも、最後までやりたいなと思ってるので、まあ、節目いつになるかわからないですけど、まあ入団テストで、取ってもらった方たちに、あいつ取ってよかったなって思ってもらえるような、成績を残して、辞めることができたら一番嬉しいなと思います。ちなみにサッカー界は、はい、キングカグさんがいますけどその辺までどうですか？そうですね、本当に、体力が続く限り、頑張りたいなと、化け物になりたいなと思います。ありがとうございます。甘噛みしちゃったよ最後にクソ大事だった。はい、はい、チームメイトでは有原選手や西川選手でメジャー目指してますけど、はい、まあ、今日会見するにあたってなんかチームメイトから何か言われたり声かけられたりしましたか？そうですね、朝、練習していたんですけども、有原投手から、テレビに向けての調整やめてくださいっていう話も、されましたけど、まあ、なぜか分かんないですけど海外 FA 権をこう取って、みんな僕がどっか行くもんだと思って後輩たちも顔を合わすたんびにありがとうございましたっていう話をされて、何の話が回ってんだこれと思って、ちょっとパニクってました。はい、はい、あ、テレビ朝日の野呂と申します。はい、来年13年目です。はい、はい、わかるんですけども若手選手をどう引っ張ってきていますか？ああ、なるほど、ああいい質問しますね そうですね、本当13年目にもなって、ファイターズで言ったらもう本当、上の方なので若い選手を引っ張るっていう気持ちよりも、自分でねアクションを起こして、その姿を若い選手たちに見てもらいたいなっていう思いですね。はい、その他大丈夫ですか？はい、テレビ東京下でございます。はい、海外経験について栗山監督から、まあ、合ってるんじゃないかと、アメリカ合ってるんじゃないかみたいなお話ありましたけれども、はい、メジャーに対する未練みたいなものってあったりしますか？メジャーに対する未練そうですね、ないですね、はい、もう本当に、もう去年から、国内 FA、そして今年海外 FA ということで、周りの方から、いろんな話されますけども、もうファイターズでやろうという気持ちがずっと強かったので、そういった話を、栗山さんとも、あ、栗山監督とも、させてもらいました。はい、その時の栗山監督のなんか反応みたいなものってなんかあったりしますか？そうですね、まあ、やっぱ栗山監督は、まあ、いろんなお話もさせてもらいましたし、でまた、今後についてもいろんなお話を、されていたので、
なんとか来年、監督とともに、またファイターズの、関係者の人たちと、リーグ優勝日本一ということに向けて、前向きな話は、されていました。確認なんですけど、はい、引き止めてくださってたってことで。そうですね、最初はあの冗談で言ってましたけども、はい、やっぱり、こういう気持ちだっていう話もさせてもらいましたし、していただきましたし、で吉村さんからも、いろんな話してもらったので、僕自身もそのつもりですということを伝えました、はい、ありがとうございます。その他大丈夫ですか。ありがとうございます。ではテレビは以上になります。ありがとうございます。今日は会見場まで何で来たとかさんが、そういうフランクな話の方が僕好きなんですけどないですか。会見場、ここの会見、そうですね、やっぱこう一世一代のね、会見なんでね、やっぱりこう滞在先のホテルからもしかしたらすごい車が来て球場まで来るんじゃないかってすごい想像してたんですけど、今日あの、候補と一緒に電車で来ましたあ、まずいこれ、はい、もしかしたらすごい車止まってるかなと思って期待しちゃったんですけど、ね、しっかりあの候補から明日何時の電車ですって、はい、大丈夫だこんなの一応確認させてもらっていいですか確認大事なの。じゃあ皆さん、良いお年を。